前科三番、893番、超駅太郎です。本日のお話は。 工藤会ナンバーの理事長ですねえ菊池理事長のえ判決が出たと、休憩が無期、無期懲役で判決を握り、いわゆるもう休憩無期の判決無期、まあ、予想はしておりました、総裁がえ一審で死刑判決、会長が無期懲役で、まあ、このナンバースリーの理事長、田中組、主流派の田中組の組長ですね、理事長では、工藤会の理事長であって、田中組の組長。こののの田中組というのはその総裁の の野村総裁の出身母体でこの会長の田上。 会長のもうその後を継いで組長という形だったんですが、保守本流、このもう本当にナンバースリーまでがこの無期懲役、この無期懲役っていうのは、もう終身刑に近い無期懲役だと思いますで、まあ、あのこの工藤会のことには何度も何度も触れておりますが、結局、この事件っで,では、このまあ今回、無期懲役の判決が出たこの菊池理事長の事件内容は何なんだっていうとも、うもうすでにこの事件は一度ですね、主犯。 実行行為者が逮捕され刑期も終えてっていうようなことで一旦本来だったら事件としては片付いてるものがこのもう一度まあここにいろいろね問題はあるんですけどもこうなってしまったんで要は起訴状によるとですね2012年の4月に小倉で起こった福岡県警の元警部の男性を銃撃し13年に博多クで看護師の女性を刃物に刺し14年には 小倉北区で歯科医師の男性を刃物で刺してそれぞれ殺害しようとしたということですね。で、この菊池理事長は配下の田中組組員らと共謀12年9月には北九州のスナック経営者女性ら2人とクラブ経営者の会社役員の男性をそれぞれ刃物で刺したり切りつけたというふうですね。でまあ、そういった 6事件全て関与したということでまあいわゆる実行行為っていうものをやってないんだけども指示をしているだろうということなんですねまあこの細かく言ってくと長くなってしまいますのでまあこれで区切りとしては一審判決して駆動会の壊滅作戦の一区切りはついたということだとは思うんですがあの私は今回このことも触れてなんですけどもちょっとこれまた違う角度でこの駆動会のことが話題になってるんですね話題というかどうなんだっていうことになってるのは 実は連続強盗関東を関東全域にまあ関東だけじゃないですね広島やとか,かもあるみたいなんですがこの10月昨年度10月11月12月と連続強盗とうとう被害者の方が亡くなるという90歳のおばあさんが亡くなるという事件までなったとこの話題になっておりますねこれは非常にずさんで荒っぽい手口ということで注目されておりますがこのルフィと名乗る 指示役が海外逃亡、フィリピンにいるんじゃないか、まあ、名前もこうなんじゃないかといろいろな情報が錯綜しておりますが、でその中で、暴力団関与説っていうのが出ているんですね、やっぱりこういうところになると出てくるんです、名前が。そそこで、まあ、こでれはまだその 捜査関係とか報道関係の中から出ている話なんですけど、工藤会の二次団体関与説っていうよりも、末端の人間だと思いますよ。そのメンバーにいたのか、そこに関与してたのか、私は分かりません。ただ、工藤会という名前が出て、まあ、二次団体の名前も出てるんですね、実際。半島でもうそうすると絞り、絞り込めれちゃうんですけど、あえて私は名前をはっきりしてないんで、名前は言わないんですけど、結局、こういった、今私が起訴上で読んだような、およそ ヤクザがやるような、まあ、ヤクザがやるようなっていう言い方はじゃないですけど、一般市民を狙った犯罪で、こうしてトップ3人が死刑無期懲役というふうに判決が一審で出ております、そしてまた今回のように、一般人を狙ったような、まあ、非道な事件に、その工藤会関係者が。 関与してるんじゃないかというふうに取り沙汰されるだけでも要は事件があったなかろうがもう工藤会の関係なんだあっ工藤会ならそうだろうっていうふうになっていっちゃうのが怖いなと分からないですよ事実は本当にやっているならそれはあの悪いことなんであれなんですけどもおそらくじゃあ組織的に関与ということはどうかは分からないですけどその末端組員元組員なのか中枢の人間がそこに関与したのかどうか分からないですけど何もないところにはそういう話は出てこないわけですよね。で 関東圏ではでははそうういいったよよなグループももくつもありますよねいや例えばこれ名前を出しちゃいけないんですけどハングレ集団うんぬんかんぬんということだとやっぱりえ年末でも取り沙汰さ,されたドラゴンとかっていう名前がありますけど、まあ、変な話でこれなんか笑って言っちゃいけませんけどドラゴンだったらこん,なこんな雑な仕事やんないよなっていうやっぱり苦労とドラゴンはこんなことやらないよな,なんかいいのか悪いのかわからないですよドラゴンがこんな下手な山を踏まないぞというふうになる ドラゴンないなっていう話になるわけですけどここで工藤会の名前が出てきたっていうのはちょっと私も驚きなんですねでまあ他の広域暴力団の名前も出ておりますけどここも定かじゃないですやっぱりこういったところに出てくるってことは決していいことではないですしまったの人間が元の人間でも関与してたというとやっぱりこれは影響は大でありますもうこうなっていくと仮にですよこういうことに関与してたらじゃあ上層部の責任はどうなんだっていう話にはなりますけどちょっとこれは注目していきたいなと思います 以上です。